はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。松本様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。 NHK でも開催いたします。10月22日日曜日13時30分、代々木5-68-1春の小川コミュニティパーク集合。子孫のために NHK を滅ぼしましょう。春の小川コミュニティパークってなんかひらがなばっかで、あとね、コミュニティパークじゃなくて公園でいいじゃねえかよって思うんですけど、なんかパヨっぽいんですよね。名前つける職員がきっとパヨっぽいんだろうな。春の小川公園でいいじゃねえかって思うんですけど、こういう例結構ありますよね。子供をひらがなで書いてみたりね。パヨっぽいなーっていつも思うんですけどもね。こういうね、漢字がねえ国の進歩だと思うんだ。もしくは聞かしたやつとかね。日本も漢字のねえ国にしたいんだよ、あいつらね。NHK、このデモで NHK を滅ぼせるとも思いませんけれども、弱らすために行動を起こしましょう。行動。日曜日ですけれども、あなたの時間ちょっとちょうだい。よろしくお願いいたします。イスラエル状況続報。帰国を希望する在イスラエル日本人のため、チャーター機を手配するとメガネ政権が発表。現在1300人ほどいる模様。自衛隊機じゃないのが残念であります。まあイスラエルもですね、まあ潜んでるテロリストの被害にいつ会うかわかんないですから、まあまあガザは完全包囲してるとはいえども、イスラエルって世界中に散らばってた人が集まってできた国で、顔がね、あれなんだって、いろいろなんだって、まるっきり、中東の人にしか見えないような顔とか、白人に近い人とか、ちょっとラテン系な人とか、やっぱ東、モンゴロイドに見える人もいるらしいであります。首長国とモロッコがイスラエルと国交正常化、サウジが交渉中だったのは、イランの核兵器にアラブ諸国がビビったから。イスラエルが密かに核兵器を持っているのは公然の秘密と。まあ、イスラエル、核を持ってるイスラエルを仲間にしときたいなーっていう。今年3月に関係正常したばかりのサウジ王太子とイラン大統領が異例の電話会談。イスラエル情勢を協議。イランはハマスを見捨てましたね。俺ら関係ない、この攻撃には。って言ってね、テロ行為、テロなんですけれども、エジプト政府3日前にハマスのテロをイスラエル政府に警告していた。じゃあなんで防げなかったんだよ。無視したのかな。パレスチナは、ガザは飼いならせたかなんか言って油断してたんですかね。ハマスが北朝鮮製のロケットランチャーを使用。さすがテロ支援国家だな。コロンビア大統領、イスラエルってなんかナチみてえだな。テロ被害者に対して意味不明なことを、言ってしまい、非難ごうごう。そんな大声でね、私はバカですって叫ばなくてもいいんじゃないのかな。コロンビア大統領、どんな人か知りませんけれども。40人以上の斬首された乳児の遺体が見つかったことに対してハマス、俺じゃねえよ、声明発表。イスラエルの激高に油を注ぐ。火に油ですね。ハマスによるイスラエル少女の強姦映像流出。少女はこの後焼き殺されたという、イスラエル10日のミサイル攻撃の報復として、シリアのダマスカスとアレッポの空港をミサイル攻撃で使用不能に。現在空港は閉鎖中。そうなんだ、10日にシリア領内からミサイル攻撃あったみたいであります。シリアはイスラエルを地球上から抹殺するっていうのを国税に掲げてんで、まあいついかなる攻撃されてもしゃあないですね。世界中に散らばる36万人の予備役、帰国費用はイスラエル航空と、米国大手金融機関が提供すると発表。無料で帰ってこれますよ。ユダヤ系のアメリカの金融機関って数が多すぎて見当がつかない。これユダヤ人ってその土地を持てなかったから、金融であるとか、そういう方面で頑張るしかなかったの。商売であるとかね、そういう方面で頑張るしかなかったらしいであります。
イスラエルを非難する声明を支持し、署名したハーバード学生の氏名と画像を宣伝するトラックがキャンバスを走行、まあ、晒されたってことですか。署名した学生は周囲から距離を取られたり、よく読まないで署名したなどと言い訳を始めた模様。反イスラエルな学生はアメリカの株関係やら、まあ、市場関係ね、金融機関やら、アップルとかグーグルとかといったところには就職できませんね。自業自得だからね。ジョブスがユダヤ人だもんね。あとあの映画関係も厳しいかな。スピルバーグとかさ。米国政府、イスラエルにデルタフォース部隊を派遣。ニッキー・ヘイリー、元国連大使、共和党ですね。病んでいる。ハマスは排除しなければならない。リンジー・グラハム、上院議員、共和党ですね。ガザを平らにせよ。マルコ・ルビオ上院議員共和党、ハマスは撲滅されなければならないと発言。思ったより過激なことを言っております。アメリカ国内ではそういうわけであのハーバードの学生が晒されたり、まあ、反イスラエルだとね、議員がこんな発言したり。イスラエル与野党の合意で緊急事態政府発足。ネタニヤフ首相、ハマスは全員死んだも同然。ベニー・ガンツ野党党首、ハマスを地球上から抹殺する。思ったより過激と。シリアも、イスラエルを地球上から消すとか、言っちゃってるし、過激、向こうの人の言葉。日本の政治家の言葉が曖昧すぎなだけかもしれない。何言ってるかわかんない。曖昧、どっちとも取れる、逃げれるように。イスラエル、ガザ地区北部のパレスチナ人に対して24時間以内に南部に逃げろと呼びかけ、ガザからは出さないのか。これで南部を空爆したら笑うとこなんですけど、幼女戦記ってアニメにこんな話ありましたね。民間人退避は十分呼びかけたんで、今いる奴は全員敵兵だ。殲滅せよ。大規模砲撃で街を吹き飛ばすと。ハマス、ガザ北部住民に退避すんなと呼びかけ、住民を盾にする気か、それとも住民に多大な被害をわざと出してイスラエル避難のネタにする気か。イスラエル地上部隊投入開始。イスラエルによるガザ空爆で国連難民救済事業機関が拠点としているホテルが被害を受け、教員、婦人科医、技術者など11名、国連学校生徒30名が死亡。中には自宅をにミサイル当たっちゃって被害をあった方も。退避呼びかけあったのに、なんでイスラエル側に逃げなかったのかな、この人らな。謎であります。ハマス、世界中の反イスラエル派に13日の金曜日に連帯せよ。テロを呼びかけ。外務省警戒を呼びかけ。日本では、わらび、川口、池袋、あと渋谷なんかがやばそうですね。渋谷はなんでかっていうと、目立つから。ヤングがいっぱいだから、目立つから。あと外国人も、多いんで、世界中にアピールできるから。連帯は、パヨがよく使う便利な言葉。今回、イラン以外のアラブ諸国はハマスを全く支持してないので、もしあるとしたならば、組織テロは、じゃなくて、バカな個人によるテロになりそう。欧州で反ユダヤ組織、反ユダヤ犯罪激増。これ、ユダヤ人と見れば、殴ったり蹴ったり、することなんでしょうか。イギリスではこの4日間で139件、フランスでは100件以上、ドイツでは反イスラエルデモ隊が警察署を襲撃、英仏独政府、新パレスチナ派のデモを全面禁止。そうだよね。暴徒化して警察署を襲われたらたまんねえもんね。もし行った場合は主催者を逮捕すると発表。テロに備えてユダヤ教のシナゴーグ、教会堂ですね。ユダヤ教の。の警備を限界強化。そもそも外国人の政治活動って禁止されてないの？欧州では。そんなね、反イスラエルのデモやってるような連中って、国民じゃないんじゃないのかな。12日パリでイスラム教徒による大規模暴動発生。オソロのフルフェイスヘルメットを決める。ギラッド・コーヘン、駐日イスラエル大使が都内で記者会見。ハマスの攻撃はテロ。自由な世界のためテロ組織と戦う。日本政府はパレスチナへの人道支援を見直せ。自民党のじいさんたちバカだから、
その金でハマスがシコシコロケット弾作ってんだぞってはっきり言わないとわかんないかもしれないですね。お前らの支援金ハマスがガメてんだと住民には渡んねえと、言った方がいいかもしれないですね。世論です。パレスチナ助けるより日本人の貧困層を助けたれや。金に名前は書いてないからな。人道支援がテロ組織に流れ人道支援になってない。実際ハマスに支援が渡っているならテロ組織支援金と名前を変えるべき。本当に何使われてるかわからん。絶対にテロに使えない物品で支援しよう。米とかうまい棒とか、うまい棒はテロには使えないな、米もな。自民党議員つうか外務省も本当にあの人の金でいい人ぶんのが好きですね。前川スケベーみたいなパヨが文科省のトップになったんだから外務省の中にもテロリスト好きイスラエル嫌いっていうか民主主義国家嫌いが紛れ込んでっかもしれないですね。でせっせとパレスチナに支援金と、ハマス幹部は人道支援金をがめてカタールで優雅に生活してるかもしれないのにね、パレスチナだけじゃなくてですね海外に気前よく税金ばらまいてんの全部見直せ、私思います。同じ会見でイスラエル大使 TBS 番組が中東情勢の解説者として重森房子の娘メイを出演させたことに激怒。重森房子は50年前に岡本公三と共にベングリオン空港で27人の罪のないイスラエル人を殺したことを非常に誇りに思っていた。失職してからも自慢していた。彼女の娘がテレビに出演していた。日本のテレビ局は彼女に発言の場と発言の機会を与えている。これは一体何なんだ何なんだ何なんだ、ゾッとする。映像を見ましたが激おこっつうか、パンフレットっていうかあの資料を机に叩きつけて激高しておりました。あーやっちゃったなー TBS なー、暗殺者に寛容と思われるぞというようなことも言っておりました。イスラエルは今ねセンシティブっていうか神経質になってからなんせ40人も赤ちゃん首切られて、少女を強姦されてそれ取られて映像流出して焼き殺されて今神経質になってからやばいっすね。世論です。めっちゃ切れてんじゃん、やばいじゃん。そして報道しない自由発動、まあこの部分はテレビ報道されないよな TBS にな。TBS はもう停波でいいだろ。一体何考えてんだ。普通の会社なら潰れるぐらいの大問題。国際問題に発展した責任を取れ。テレビで報道されない案件だな。TBS 潰しちゃって構いませんよ。出所した重森房子もパヨに大人気で講演会だのシンポジウムに及ばれたのと、重森房子パヨの階層におけるトップクラスかもしれないですね。パヨにはパヨの階層があってですね、パヨはパヨ界で昇進するために日夜パヨ活動に邁進してんですよね。でうまいことパヨ活動できて認められればまあコラボみたいに公金中中もできるし学術会議にも入れてもらえるし、重森房子はトップ中のトップかもしれないな、パヨ界の。テレビ局内にも当然審判がおるんでしょう、日本赤軍のね。イスラエル政府さんは構わないから TBS 幹部ミュンヘンしちゃってください。ミュンヘンしちゃってください。TBS 全体をハマスの審判とみなしても構いませんよ。TBS といえばソ連でしょ。ソ連といえば北朝鮮。北朝鮮はハマスに武器提供してますからね。なんなら日本政府にも猛抗議頼みます。自民党のじいさんたちバカで何も上がってないからね。次もイスラム絡み。クルド人の日本人女性付きまといが深刻化。数人で囲む。無理やり腕を掴む。肩を抱く。お店に飛び込んでも中まで追ってくる。無理やり車に押し込めようとする。ほとんど拉致に近い。ごく普通の駅前だったり通りだったりコンビニでもは一切報道しないんですけど、 NHK は支援団体が開催したクルド人の状況に理解を深めてもらう写真展はのことはしっかりと放送し宣伝してやると、いうようなことをやっておりました。世論です。不法滞在のクルド人の方が日本人より大切な NHK。 クルド人の実態を理解しているから嫌がられてるんでしょうが、我が国を貶める NHK を早くなくさなければならない。不法滞在のクルド人からは受信料徴収してんの。 NHK は日本を滅ぼしたい。知れば知るほど嫌いになって、くんだけど、この支援団体が大問題だな。背後にはどこか背後がどこか調べる必要があると。 NHK に限らずテレビ局全部ですが、特に NHK は滅ぼすべき組織。視聴率気にせずやりたい方で、こんな組織や子や孫や老いや名には残せません。
残したら全くあの頃はおっさん終わって後世罵られること間違いなし、少しでも NHK をやらせるために行動しましょう。そうしましょう。手始めは22日のデモで、日曜ですが、あの放送関係は出勤してます。だって放送してんだから日曜、ご参集よろしくお願いいたします。 NHK は滅ぼすべき、組織であります。子や孫やおいやめに残してはいけません。おっさんたちは何か行動を起こさないと、できることからコツコツとじゃないですけど、でね、全くあの頃のおっさんたちは、で、恨まれても、あ、こんなデモをやってくれた、行動をしてくれたおっさんたちもいるんだって思われたいでしょ。後世に文科省統一教会解散命令を裁判所に請求、宗教法人の体を成してない、根拠として集めた証拠は約5000点、段ボール20箱分、これは読む方も大変時間かかりそう。統一教会、我々は解散命令を受けるような教団ではない、いやいや、それ決めんの裁判所だからおめえら決めることじゃねえから。世論です。何言ってんだこいつら。日本人から金を巻き上げるのは悪くないと思っていればこその発言。絶対的モンスターが何言ってやがる。口を開いていい団体ではない。解散されても、税金を納めながら信仰を貫いてよ。信仰だけで頑張れよ。日本人をサタン扱いしている奴らに言われたくない。次は学会に解散命令をお願いします。日本人を目の敵にして日本人から金を奪うことが柱の宗教は害悪でしかないですね。日本人から金を奪うってことが功徳だと思ってから解散命令に対して不服なんでしょうね。だがそれを判断するの裁判所だね。20箱分の書類読むの大変でしょ。手分けして早く判断してほしい。判断出してほしい。面倒だったら読んだふりして判断してくれても構わない。全然読んでなくても読んだふりしてなるほど解散ねって命令出してくれても構いませんので、集団結婚で韓国に渡り音信不通になっている日本人女性6000人は生きてんでしょうか。体売らされたり臓器取られたりしてないでしょうか。なんせね、あいつら日本人を傷つけることが功徳、騙して傷つけることが功徳と思ってから、ありえますよね。時事通信調査で内閣支持率 26% 過去最低を記録。17ヶ月連続実質賃金減少、ね、当たり前ですよね。私が見たことある最低の数字は麻生政権末期の 23%、だいぶ近づきましたね。安倍政権ではコンスタントに50弱ぐらいあったのにね、こんだけ下げるのはむしろメガネが秘めた稀有な才能では、支持率を下げるっていう才能があるんじゃないか、なんて思ってますけど。石破茂総選挙、総裁選に勝てない理由を自制、人望がない、金がない、顔が怖い、キモいとバカだからもう追加でお願いします。長いばっかで長見ないんだもんこの人の話ね。なんとかであるべきとかきちんとなんとかすべきとか、スローガンばっかであれやりますこれやりますこういうのどうでしょうかが一切ないんだもんね。フジテレビが木曜深夜に K-POP ハウス放送開始。全然懲りてないんだなこいつらな。こんなバー揃いじゃ滅亡不可避だよね。視聴率どのぐらい低く出るのか見てみたいなーっていう感じがいたします。というわけでですね、22日のデモに来てください。ネット聴取反対デモとスクランブルデモを同時に開催いたします。同時に、訴えかけます。それとメール党員になってですね日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。